七クマ。俺は桐山文太。至って普通の男子高校生。あれ、ない。弁当忘れた？いや、普通より少し残念な男子高校生だ。マジで？文太はほんとドジだな。うるせえ。はあ、今日は昼抜きか。購買でパンを買う金も忘れたのか？ああ、昨日ちょっといろいろあって使っちゃったわけね。うん。それじゃあ幼馴染のねねちゃんに恵んでもらったら？え？何？彼女は俺の幼馴染のさきつねね。幼馴染と言っても漫画に出てくるようなラブラブな感じではなく、仲はあまり良くない。文太、弁当忘れて金もないんだって。はあ？高校生にもなってありえない。ねねは誰にでも親切でクラスのみんなに好かれているが、なぜか俺にだけは塩対応なのだ。そうだけどわざわざ本当のこと言わなくてもいいじゃないか。文太の場合、言わないとわからないと思って。昔はここまで塩じゃなかったと思うんだけどな。俺が何かしたのか？もう文太ったら、お弁当忘れるとかかわいすぎでしょ。購買に行こうって誘ってみる？一緒にお弁当食べるってのもいいわね。あーんしてあげたりして、キャー。落ち着くのよねね。平常心平常心。ねねの視線が痛い。俺走ってくるわ。え？空腹を紛らわす作戦か。おう。へえ、そんな。どうしてこんなに好きなのに文太に優しくできないんだろう。ねね、お待たせ。お昼食べよう。ねえ、あの噂聞いた？噂？たぬき神社のお守りがめっちゃ効くって噂よ。効くって何に？もちろん恋愛よ。え？好きな人とお参りに行くとめちゃくちゃラブラブになれるんだって。好きな人とラブラブ、あんたとラブラブ。ねねに、その話は酷じゃない？え？だって文太くんの前だと冷たい態度取っちゃうでしょ。一緒にお参りに行ってなんて誘えるわけないじゃん。あ、そっか、ごめん。誘えるわよ。はいはい、頑張れ。全然信じてない。いいわ、絶対に文太とたぬき神社に行ってみせるんだから。どうだ、気は紛れたか？いや、余計に腹が減った。それはそうだろう。え、ねね、このアンパン俺にくれるのか？何をそんなに驚いてるのよ。ねねが俺に優しいなんて、なんかあったのか？失礼ね。それあげるから、今日の放課後ちょっと付き合ってよ。え、どこに？どこでもいいでしょ、行きたいところがあるの。なんか怖いな。何よ、私と一緒に帰るのが嫌なの？行きます行きます。俺はちょっと嫌な予感がしたが、アンパン欲しさについそう答えてしまった。本当はよくわからない場所には行きたくないんだけどな。そんなわけで俺はかなり久しぶりにねねと一緒に帰ることになった。あ、いる。ねね、こっち歩けよ。うん。街路樹の枝が伸びてる。私がぶつからないように誘導してくれたんだ。文太のそういう優しいところ大好き。俺はなぜか昔から動物の幽霊が見える。猫や犬の他にもクジャクの幽霊なんかも見たことがある。高齢で幽霊になった動物は人の言葉を話せるようになって俺に声をかけてくる。おう文太、昨日はありがとう、助かったよ。そう言って話しかけてきたのは猫股だ。俺はねねに気づかれないように小さく手を挙げた。昨日の帰り道のこと、親猫とはぐれた子猫が衰弱していると猫股に声をかけられた俺は、子猫を拾って動物保護をしている獣医さんに届けた。その時にコンビニで子猫をくるむためにタオルを買ってしまったから、今日は昼飯を買うお金がなかったのだ。しかしそんないい幽霊や妖怪ばかりではない。うわ、イノシシ。ちょっとつ猛進ちょっとつ猛進ちょっとつ猛進。あんなのにぶつかられたら大変だ。
何でもないところで転んだり怪我をしたりする原因はああいう霊にぶつかられたからという場合もあるのだ。ねね、走るぞ。え、なんで？いいから。そんなに私と一緒にいたくないの？文太のバカ。ふう、危なかった。あれ、ここは…ふぅ…狸神社よ。へぇ、狸神社。狸の神様がいるのか。で、どうしてここに来たんだ。それは…文太があんまり冴えないから神頼みしに来たのよ。え、はぁ、どうしてそういうこと言っちゃうかな。ショックだけど、俺を心配してくれてるんだよな。ありがとうな、ねね。心配かけてごめん。ううん、文太と恋人同士になれますように。また恋愛祈願かよ。うちは商売繁盛が専門だっての。そう言わずに頼むよ、タヌエ様。おや、猫又、そなたはこの女に肩入れしているのか。いや、男の子の方にちょいと世話になってね。昨日死にかけていた子猫を一緒に連れて行ってくれたんだ。ほう、あの子はこの世のものじゃない動物が見えるって有名でね。困ったことがあった時に相談すると助けてくれるのよ。いい子なんだけどおっちょこちょいで、ああいう真の強そうな子がいたら心強いんじゃないかと思うわけよ。なるほどの。この世ならざる動物が見えるとは面白い。ちょっと観察してみるかね。ずいぶん熱心にお参りしてたな。それは文太がもうお弁当忘れないように念を入れてお願いしてたのよ。なんだよ、弁当忘れたのは今日だけだろ。先週はペンケースを忘れてたじゃない。え、ねねは俺がヘマしたことばかり覚えてるんだな。え、まあね。あー、違う、そうじゃないの。文太のことが好きでつい気になっちゃうだけなの。ふう、完全に嫌われたわ。ああ、見てられる。あの子が素直にならなければ二人は遠くないうちに疎遠になるじゃろうな。よし、ここはわしが一肌脱ぐか。グフフ、人間を化かすのは久しぶりじゃ。ポンポコポンパンの今風の美少女なあれ。どうじゃ、制服も真似たし完璧な変化じゃ。誰もわしが狸神社の神様だとは思うまい。え、狸？うわ、文太？え、俺の名前知ってるの？なぜわしの正体がわかった？なぜって耳が…あー、人に化けるのが久しぶりすぎて耳をしまうのを忘れておった。へー、狸って本当に化けられるんだ。かわいいな。人に撫でられるのは千年ぶりじゃ。嬉しいの。え、文太と一緒にいるあの美少女は誰？どういう関係なの？文太。何？今朝女の子と一緒にいたわよね。え、あの子ネネにも見えてたんだ。誰って、タヌキっていうわけにはいかないし。あー、名前は聞かなかったな。多分1年生じゃないかな。なんだ、知り合いってわけじゃないの？うん。そう、きっと落とし物でも拾ってあげたのね。文太は誰にでも優しいから。あ、そうだ、はい、これ。え、昨日のパンのお礼。ねね、このお菓子好きだろ。え、覚えててくれたの？嬉しい。ありがとう、文太。おう、ネネが珍しく素直だ。よっぽど好きなんだな、このお菓子。翌朝、俺が学校に向かっていると、昨日と同じ場所に、あのタヌキの女の子が立っていた。またいる。おはよう。おう、文太。そういえば、どうして俺の名前知ってるの？神様は何でも知っておるのじゃ。へえ。神様？動物の神様なのかな。神様の名前も教えてよ。え？人間に名前を
聞かれるのは千年ぶりじゃ。タヌエ、いや、タエじゃ。じゃあタエちゃんって呼んでいい？あ、神様にちゃんはおかしいか。よい、それでよい。そう？じゃあタエちゃん、どうしてここに立ってるの？何か困ってるの？人の願いを叶えるという神様のお仕事じゃ。そうなんだ、お仕事お疲れ様。え、人間にそんなことを言われたのは初めてじゃ。じゃあ俺学校行くね、タエちゃんも頑張って。お、おう。ブンタ、今朝もあの子と一緒にいたわね。うん、今日名前教えてもらった。タエちゃんって言うんだって。へえ、かわいい名前ね。まあ、ネネって名前もかわいいと思うぞ。え？ネネに似合ってるって昔から思ってたんだ。そう、この男は人に気を持たせるようなこと言って。あれ、俺怒らせるようなこと言った？照れただけだろ。そうなのか？こいつ、ネネちゃんが自分を好きだとはみじんも思ってないな。さらに翌日、タエちゃんはまた俺の前に現れた。今度は俺の家の前に立っていた。これはもしかして待ち伏せされてる？あ、ブンタ。おはよう、タエちゃん。今日は尻尾も出てるね。ブンタに会えたのが嬉しくて尻尾が出てしまった。お仕事は順調？あ、そうじゃった。わしはこのブンタとネネを取り持つのが仕事。どうしたの？何か困ってるなら力になるよ。ブンタ、わしをハグしてくれ。え？神様は人間に大事にされるとパワーアップするのじゃ。そうなの？嘘じゃ。許せ、ブンタ。わしとブンタが抱擁しているところを見れば、ネネはきっと。わかった。嘘。え、ネネ、ちょっと待てよ。ごめん、タイちゃん、俺行かなきゃ。幸せになるんじゃぞ、ブンタ。ネネ、どうしたんだよ。別に。ブンタこそどうして追いかけてくるのよ。それはネネが勘違いしたような気がして。勘違いって何を？俺とタイちゃんが、その抱き合ってたわね。付き合ってるの？違う。え？本当なんだ、信じてくれ。俺、ネネにだけは勘違いされたくないんだよ。どうして私には勘違いされたくないのよ。それはなんでだろう。なんで気を持たせるようなことばっか言うのよ。ネネ、私はブンタが好きだから。ブンタが他の女の子と仲良くしてると嫌なの。ネネが俺のことを？私はちゃんと話したからね。ブンタもどうして勘違いされたくないのかちゃんと教えて。あ、うん。その日、俺は授業の内容が全く頭に入らなかった。ネネが俺を好き？ネネが俺を好き？俺はネネを。その日の放課後、俺はネネを呼び止めた。ネネ！ブンタ、一緒に帰ろう。やだ。え？なんで？だって私、ブンタの前だと素直になれなくて、可愛くないことばっかり言っちゃって。ネネ、ってことはさ。え？素直になれないネネがめちゃくちゃ勇気出して俺に気持ちを伝えてくれたってことだろう。ありがとう。俺もネネが好きだよ。ブンタ、よかったね、ネネ。たぬき神社のご利益あったね。え？俺はその時初めて、たぬき神社のお参りが恋愛祈願だったことを知った。そういえばタエちゃんに会ったのはたぬき神社に行った次の日だったな。もしかしてあの神社の神様だったのかな。その日の帰り道、俺とネネは再びたぬき神社へお礼参りに行った。ブンタと恋人同士になれました、ありがとうございます。境内にタエちゃんの姿はなかったけど、見守ってくれているような気がした。よかったな、ブンタ。いい神様だね。猫又と、今夜久しぶりに飲まない？よいな、そうしよう。
最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。